あ、いや、ちょっと、じゃあ、やりに行くわ。通夜から始まったと言っても過言ではないです、俺の。あの、ホラーゲームは。ナイス、タグが。タグちょうだいって。不思議のダンジョンな、これ。フォーチューンタワーだ。フライファイブ。意外とでもあんまやってないんだな。ドゥドゥ。ちょい。タグ、タグを。お、来たか。捕らえおった。神。ドゥドゥン。ちょっとポンダやりに行こう。久しぶりに。金だけはあんだよな、金だけは。音動くやん。まあ、1500円もあったらなんとかなるっしょ。43もある。まあ俺はお前貯めてるからよ。ポンター、この顔を見よ。かわいい。キラついておる。くじ引いてくださいね。何やら文字の書かれてる金色のくじ。これはてて。場所変え。1500円が何円になるか。たぬき色が茶色くじ。これはクソな。タヌキ色だ。これはででん。まああと1回ぐらいはできるだろう、打ったら。俺はやるで。500円あるんだろ。当たり出てるし、なんとかなるだろう。1500円が587円になった。もう一撃にかけるしかない。フォンター、1000円マイナスとか。不潔な色の紫のくじ。これは石7個。終わりだ、おしまいだ。もう本体エグいが、やり口が136円。あ、
あのババアのとこ行ったらなんかあれだろう、なんかあるだろう。どれが一番あれサクッといけるん、頼まい。ワクパラ、あれ無理やって。ワクパラはワクすぎるけん、相当ワクも。だからもっとサクッと10回ぐらいで終わるんないん。クリアしたいんだが、俺は死ぬんじゃなくてクリアできるやつで頼まい。せめて30回ぐらいで、それで気持ちよく寝たい俺。集会所、モンスター集会所、これ99回じゃないですか。ラスミではないよ。ちょっと待て、やめって。ていうかもうこれ99回しかないん。オーラの遺跡、お30回、これならいけるかも。昼しかないし、敵モンスターすべてオーラ状態で登場。おお、ええやんけ。え、1位？ふっ、ふっ、硬い。結構きつくね。あ、でも見えるな。見えるならまあなんとかならんこともない。ちょっと硬いだけじゃんこんなの。なんかいけそうな気がしてきたぞ俺。こっちもオーラになりやすいとか。ただ木槌ではな。盾も欲しい。お、2倍か。勝ったかも。種っこのお前、強化バージョンとかこれまあまあきついな。でも30回やろ、いけるぞ俺。行こう思ったらこっちのオーラもクソ長いし。俺もそこそこやっとるタイプなんで、知れ。素人やないんで、まあ見寄ってくださいよ。あいかん、オーラじゃない。でもすぐオーラになるわこれ。識別もされとる、余裕な。きたーって、攻撃力アップスーパー。
あとは装備が充実したらなんとかなるかも。なんかめっちゃ盾も落ちとるし。こういう切り替えも大事ですから、試練は。受け流し。え、相当ええやん。何これ。周囲にいる他の生物に受け流す盾。その確率も上がる。ふーん。盾ありすぎもんだ。こうなってくるとなんか店が欲しいな。売りたいんだが。実は余裕？このダンジョン。あ、もう爆発いいんで金にするべきでしょうよ。まあこれやばい時のあれなるで。あっ、最悪に30階までガンガン降りていったるで俺。これをクリアしたら明日寝れるしやろう、気持ちよく。できることならマーセルまでにそこそこの武器が欲しい。来ました背中。もうていうかな、いやこれ識別もされとる相当ぬるいでこのダンジョン。オートボロに立てやばい。そやん。そば？マナー外しの巻物？てか。いやーきついっす。これはちょっと。ついな、さすがに。まあでもまだ余裕やけど、これでも余裕なんだが。まあ、ワン締まりかな。うん、お前最、いや待て、いやいかんわ、あずせん。ああ、嘘やん。マジかな。ほら、最高の、最高の本取ったのに。いかん、死ねん、これは。なんでなん、こんな。こんなに合成の数があるのに。もう解除したら俺の勝ちやぞ。もう絶対川の盾取ったらもう本当に勝ちやな。うわっ、うっ、
ほぼ無双できるんだが。意外とボロ傷つっていいんすね。やばい、相当食らう。嘘やん、そんな食らいます？実は相当食らうやな。やっぱ盾がクソボロじゃこれ。てこんな逃げおったら大体死ぬけん、ここは音切れそう食ってでも生き延びる。でも15食らうんやろ。空振りか。音切りそう食った後空振りだな。最適解は。はい、来ましたーって。これはワンチャン殴る。もう。はぁ。マジでこれ。外さしてほんと。これ外れたらもう勝ちなんやって。俺放って上がるで防御力。はあ。メッシュはギリギリまで。はあ、いかん、あいつはダメ。お払い頼まい、お払い。やばい引き込まれる可能性がビレ。うわ、相当強いし、なんだこいつ。2回攻撃なんすか。カンスはこれもううんぶてんぶ。はい、危なー、もうやだー。あー、もうこれもつけたい。いや、これはもう作るか。この際もう、いや、でもなー、なんかもったいないなー。早いやつとかおったら死ぬで、もう。いや、楽勝なはずなんや。ちょ、待てや。もう呪われとったんが最悪や。なんなら、あれやな、おにぎりもないな。もうダッシュできん、俺。怖すぎる。巻物ください、俺に。ほんと。あ、しまった。金ももう取るんじゃなかった。やばい、やばい。ちょっと待って、攻撃アップとか無理で。あ、ちょっと間違えた。お前はダメ。お前も。これや、これしかねえ。おい、うっ、パッポーじゃねえわ、バカが。殺すぞ。変化クソ。いや、それでもよ。さすがに口悪すぎて。やばい、来た。あ、いかん、ちょっと間違えた。お、切れるとかそんなあるんすか。
これでマジでお払い来たら俺の勝ち。ワンチャンじゃないですかこれ。頼まい頼まい。お、勝った。マジでありがとうございます。やった、ありがてえ。それな、この辺がもうあれよな、やっぱ違うじゃろう。これどれがエンド？あ、チメグで、あ、しまった。そっか。え、あ、本当よ。ちょい、何してる俺。生きるもしてる。あ、そーら。何、そっちか。にわかも、にわかは見つかったようだぜって。まあ、いっか。もう。ああ、そうよ、怪獣できるんか。違う、あっちの方が見えたいよ、俺は。ういしい、悔しいって。初見、これで、これ呪われたらマジで切れるで、俺。これで行くか、じゃあ。しくったなぁ。俺何が一番強いんですかね。どれも一緒か、これ。こっちか、爆発インか、じゃあ。もうやる。いや、でもなぁ、ちょ待てよ。まだもうちょいいけるんじゃなかろうか。もう一個入れれるやんけん、ちょっと頑張ろうや、ここは。ほんなお前、こんなに負けんやろ、俺も。武器は意外と強いけん。のけとこまず血の恵み。もう一回行こう。やばいかな。なんかもう違うとこ来たんだが。うわうわ。やめってお前。うわうわ。おい。こんなんワンパンっしょ。やばい、ゲイズがおる。山彦の盾が欲しいんごね。トゥ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 。いや、もうこれちょっとやばいな。これ売りすぎやろこいつ。よし、もうあれでやるぞ、あの盾で。やめって。なんでこんな爆発音ばっかな。あー、プラス修正、プラス修正があったらやっとった。もういかん、まだまだ我慢。持っとくか一応。やばいやばい、ちょい、くきすぎー。こいつらワンパンやろ基本。しかも倍速やし、俺勝ち確。はいはいって順番だよ。これは負けじゃないでしょ、俺も。マジでプラス修正くれ。俺はもういらん、もう思い立てはいらん。ていうかおにぎりがない。俺は魔法尻。ええやん。
魔法尻かこれ。やばいかな、もうやばいかな。怖い。まあやばいな。俺ちょっと。まあ、ふざけんなよ。うっ。はあ、くそ。もうダメや。俺は。こんなことなら最初から飲んどけよかったわ。よし。もうええやろ。これで。これでやろう。ちょい嘘やん。はあ、嘘。武器が俺の。ああ、まあええか。いや、よくないやろ。ああ。武器も強できとったのに。まあでもまだなんかあるやろ。もう一回ぐらい取れるやろ。ああもう、誰が悪い、完全に俺やろ今のは。しかもまあまあ食らうし、これでも。おい、ちょ、強すぎんか？おい！What？ ちょ、ゲイズ強すぎるぞ！あ、これ魔法斬りの剣だ、これ。防御力上がったゲイズは強い。こいつやりすぎやろマジで。絶対死ぬわこんなん。うっ、混乱してる。ちょ待って、おい、やばい。当たって。マジで、うんぶてんぶ。8分の2。ふっ。おっ、やばい、また来た。おい、もうこいつは、多分、弓矢だ。お、まっ。ミスりすぎやろこのゲーム。おいおい、こんなミスるか。しかしこれはワンパンやろ多分。やばいやばい、ちょ待てって。しかも倍速とかお前無理で。封印は違うんかこいつ。そういや、あーちょ待って、さすがに金は効くやろ。うわぁ。なんも効きませんやん、こいつ。なんなん、こいつガチンコなん。ガチンコとか無理やろ。いや、もう行くしかないな、でも。うわぁ。おまぁって。ふっつ、いかーん、あかーん。
あかんすぎやろマジで。ギャザーおったらもう終わりやんこれ。ちょ待てって、対策がない。ギャザーのわあ。今更か。防御アップおるし、もうなんなら、おお、あいつが絶対おらんなってから行こう。攻撃力が足りんすぎ。大丈夫、おらん。こいつはいいでしょ。水切り持っておる。わしはいや、もうきついなこれ。あーもうやだやだ。ここを抜けたい早く。さっきの合成あったらまだまだマシやって。こいつ強すぎやろ。そんなに上がるんけ防御力。待て、いやマジで満腹でもやばいやん。臭くって生きていけと俺に。うわ、あぶねえ。おにぎりオーバーください。やめてくれこの防御アップのゲージとか。攻撃力アップの方がええわ本当。おにぎり、おにぎり。来た。もう入れましょう。もう何でもいいわ。どれだこれ。一番強い。五か。五五。五五五。5、全部5か。ということはもうビジュアル的には水切りの剣か。ええー、で。因数しまったってそんなまたかまあまあいいんじゃないですか。7あったら。お前特殊能力もかなりやで。俺いけるんじゃないですか。ただおにぎりよ俺に欲しいんは。この界隈じゃあもう結構ええ装備になったんちゃうんか。いけるん、いや待て、もう降りろ降りろ。もういかん、これ。おい。一つ目殺す。封じもでかいって。って何なんだろう本当。こんなんでスーパー開けされるとかたまらんが。ていうかおにぎりくださいマジで。
うん、来たって。力もねえしよ、ほんと。もう草も大事なんやで、今は俺。4やで、4。やばい。お店頼まい。クマ泥を狙うしかない。ちょ、待て。おい、誰だ、こいつ。ちょ、死んどった、今の危ない。剣豪強い。あ、でも、音切りそうがあるけん。まあ、まだ。てか、もう食っとけ、音切りそう。やらないと、もう足りん。てか、このダンジョン、おにぎり落ちとん。はあ、スーパー攻撃力。うん。いや、もうこんなんやるより場合じゃないな。まずやるより場合じゃねえんだわ。困ったの聞くださいよ。なんで来るかな。どうもも、ありがてえって。マジで嬉しい。ちょっと待てよ。山桃まで育てるか。しかし、そんなんしよる時間あるのか、俺に。はたいでも。ああ、もうダメだ、これ。もうこれは食うわ。30かよーって。まあでも全然、なんなんすって、地雷なばり。いや、もういかん、もう降りよう、ここは。もうええわ。なんなん、こいつやばいんちゃう。大したことないね。いや、見ようかな。そんな大したことないし、こいつら。見るか。強えからまずおにぎりが1個あったらええだけなんですよ、ほんとお願いしますよ、我に。手数が増えるだけ。いかん、もうやっぱ降り。被害は最小限に抑えろ。もうやらね、こいつらとは。なんで来るんだよー。次やろ、ほんと。こいつ食うんよな、んで。クマ！あ、なるほど。とかやりよったらとんでもないことになるんで、これ。いかん、もうええわ。もう、いや、こいつはやる。おにぎりください！あ、もういやいや。クマ！クマ！全然くれないじゃないですか。クマ！くださいよ、ちょ、待て、おい。いや、もうええ、おにぎりを目指す、俺は。やばい、ちょ、待て。ああ、もう、いらん、いらん。うわ、起きた！なんでこんなおるん、こいつら。ちょ、殺しにかかってないか？ちょっと。草取って逃げるか。
ここはもう英語とないような気がする。幸せそう。ごえ。もう5でも嬉しい。逃げます。ここさえあったらおにぎりが手に入る。俺はここ重要ですよ。あの踊るポンポコリンが邪魔さえせんかったら、ふっふっ、よし来た。わっちゅっちゅっ、よし、こいつらちょっと分かってない模様。まずここを分散することが大事ですね。よしよし、分かってない俺のことを。こいつはぐるぐる回るだけの存在。あ、どっか行ったし。相当ピッピッピされてない？来た。はよ食いたいんや俺は。おにぎりが。おい。はあ。固っ。よしな。棒。もうハムポンは余裕じゃ。やばい。ワンパンもあるぜこれ。安定。え、何これ、ピッピッピーで起きた。起きたわけじゃないやろ。ピッピッピじゃないんよ、お前は。あー、来たーって。耐えたーって。あー、嬉しい。ほら、まだいけるで、俺。白あったら。来ました、これ。トイレ行ってきます。いや、もう安泰でしょ、こんなん。価値格でしょ。俺たちは強い。こいつは天狗ですな。うんうん、いいんじゃないの、これ。
いや待てよ、何かが起こるかもしれない。不測の事態に備え、あ、でもお払いがあるんだったらもういいか。暗いとない、こいつ。何ちょい、親父来た。なんだよ、あるじゃねえか、お前。ええで、ええで。別にって感じやな。もうおにぎりと桃がありがたいぐらいか。ええが、まあええな、買っとこう、気に入ったおやし。この辺がようわからんのよな、あんでええんかよくないんかが、そういうなんかわけのわからんのを装備したくないしな。で、できることなら合成も欲しいわけで、となると監禁に壺に入れるよねって。金作るよね。ドレインキラーもいらんじゃろ。いや、むしろ反撃の盾か。こんなんいらんじゃろ。金にしよう、金に。はいって。指輪識別の勉強。いや、わからんけん、3000とか。これまあまあな値段やけん。絶対。かなり高いと見た。親父？は？あ、これ金になっとんか。ダメダメ、ちょ待って。うわ、ちょ来た！うい！やめってお前。おい、やめろ！店では売れへん。金になっとるだけってことか。ってことはもうええわ、別に。あれもうなんかもったいないな。売った後この金はどうなるん？どうせやったら売りたいんやけど、俺壺。この金はやつの懐に入るん。店長の懐に入るんやったらまたそれは話が別になってくるんだが、これ。この壺売った分は金になって、それ、あ、でも結局それ買わんと割れんのか。じゃあ損だよねって。おお、ええやんけ。これだったら合成も拾っとくか、これ。お、買え買え、もう買っとけ買っとけ。どうせ買えるんじゃ、俺は金があるんじゃ。ほら買っとけ、もうわからんけど、金に物言わそうや。まあ仕方ないでしょう。ハムポン力かも、賢い。どうせ笑いある装備しとけかなら。力よし、来たーって神やっぱ違うな、ほんと。できるやつは。これでかいで。強者やな。顔。帰るし。
来るんかよ。おいおいおい、ちょ待てって。おい、いやまあむしろ、えか、いや来とんかこれ、倍速とかいかんで。なんなんあれ、寝とん。やばいってちょい。いかん、おるおるおる。かも硬いとかもやめってこいつ、なんなん。いやまあええわ別に。ギャーサーよりなんぼかマシじゃわ。ああいや、もう降りる降りる。きしゃな、きしゃなすぎ。こんなことある？どうだ、起きとんこれ、もう。うわあ。これは疲弊する。まあまあ、いやでもワンパンやな、余裕やん、こんなただですやん。いや俺は強くなりすぎた、むしろ。ふわってぃ、会心の一撃相当上がっとる。俺無双できるレベルで、おっつふんっつ、2回攻撃やし、なんでもやれや。おいピッピッピー、どうしたやけん、どうしたピッピッピー。俺のスーパーは痛えぞ、ワンパンなんだが。これはこれで悪魔が生まれる可能性もあるよな。しかしおにぎりがあったら俺はやるぞ。ボモか、ボモ2個か、ボモ2個ではそこまでなんか命を張るほどでもないな。よし帰ろう。別にもうボモだけ取っとこうかな。ちょ待てって、なんなんだこれ。おいちょ待て、いやこんな残っとんか。いかん、もう降りる俺、もうダメだこれ。はーん、ちょいちょいやろほんと。こんなことなるか？しかし結構安定してきたぞ。攻撃ですと？回復か。ここはもう背中か。背中なんか。待て。音切りそうか。やめって言うのに、ほんと。くそ。
ソハムポンマジ切れそうやかあいつ。78回もあるんですか。お前最大下げるんとかやめろや、ほんとクソハムポンだけは許すな、許しちゃうんだよなこれが。いやーもうまでやろう、もうほんとおにぎりは大事。セットで来るもんな、ほんとピッピッピがすでに。おやめって、2回攻撃とか、こいつの2回攻撃とかえぐいで。おハムポン、くっそがなんなんだここ。ふわっ、あれまだ可愛いもんだね、これなら。いやもう倍速スーパーのパコルプキンとかもうキモいけん。下か、もう倍速のハムポンとかもう無理な。封印は必要やな、マジでこれ。いかんも捨てとる全部を、なんでこんな時に。おいこれ本物だろうこれ。少しあれか、杖は増えるんか。杖か、確かに。上に剣がある、あれか、あれは取るか。じゃあちょ待って、封印も入れとけ。ならもうもはや封印はオーラを消せる。それが最後に火を吹く可能性もありけり。ハムポン、何渋滞しますか。あれか、まあ幸い腹は大丈夫やけんの。しかも合成がある、これで20階まで降りてプラス8つけて合成すると。盾も欲しいな。こうなってきたら盾がいつ早く手に入るかが勝負になってきた。
良好思うかよ。いや、むしろ思うでもええか。だが、思うの方がええやろ、もうもはや。どうせあれあるし、おにぎりあるし。最悪、これを素材にせんかったらええだけやし。パテレベルとしては十分じゃん。もうええわ、入れまーす。本日だけは許すな。絶対に許すな。絶対に許してはならない。いかん、この回はもう早々に降りた方がええ。大根のオーラ付きとかもう無理だ。階段見つけ次第降りる、俺は。空振りは草投げてくる。それは当たる草。あーやー、泡欲しい。ついてくるんかよ、こいつ。降りる降りる、もうもう降りる、わい。あ、なんで割れたんだ。え、何になったんだが。何、どういうこと。あ、もうここで割れたってこと。しかも桂馬がおるし。2連とかやめれ。え、全然強化できんやん。じゃあ、あれだ、エグすぎたけんデバフかかったってこと。強化おいわっおいおい、4回攻撃かかすか。おいおいおい、ちょ、しかもこいつ、めり込んどるで。やばいって、これ。ちょ、待てよ。とりあえず、どっけそうか。遅くなるんを早くしないといけないんだが。めり込んどんはあかんやろ。ここは、掘るか。もう、なんなら。いや、そんなんしても意味ないでしょうよ。吹き飛ばして。まあでも、まだ1回はええやろ。おいおい !3 回攻撃かよ。ああ、もう。バカが。やばいやめてください。うわ、ちょい、間違えた。うちトゥース、うってった、もうバカが、ゴリゴリにやられたんだが、いやー、もう いや、もうぐじゅぐじゅなんですけど。308ギターとかいる。100増えるんよな、これ。まだ食いたくないな。お
何の意味があったんそこのあれは強化はもう覚えたんですか。いらないっすよ。腐る腐るよな。いかんもうええわ。違うし。桃入れ、頼まいって、ボロいですね。おそらくワンダリンはクソ。いかん、もうこれ防御力高すぎるこいつら。やばいやばい。ああ、こんなん無効すぎるやろ。なんでなん、おかしいおかしい、もう始まりが。しかしここで俺は一つのあれを見つけた。あ、違うんかよこれ、掘れるやつじゃない、トンネルじゃなかったんか。しまった。ああ、いや待て、そうよ、影抜いだ。お前ほんとふざけんなよこれ。あとはなんとか桂馬。ほら、そう、なんでお前がいるんだよ。ふっ、うん、ちょいちょいちょい、ボコられすぎ。でも俺の我が逃走経路はここで確定したけんな、このカッパで。あー耐えたー、あー、つらー。もう、おいおい、ちょっと待て、早すぎだろ。あ、でもええんか、鎖がついたけん。あー、もう無理無理。おいおい、一回かよこいつ、早っ。あーって、魔境すぎんぜこれ。でもあの桃欲しいな。別にもういらんのよな。というか降りたいよな、もう俺は。もう無理かも、これ。敵が強すぎる。ふん。来た！勝つる！
アイスも強いでって、こうなったら俺も強いで。オーラつかんと勝てんぞこれもう。おお、水切りもいらん。ピョンダイル？もう嫌なことしか起こらないんだがこれ。しかしもう半分来たぞ。もうあかん、ここは止めよう。ここでおとなしくしといてもらいましょう。その隙に階段を探そう。だってもう戦えねえから、こんなやつと。いかまでいるのかよ。来たー、もう戦わん俺は。それではすまんか、さすがに。最初多すぎないよな、ほんとこのゲーム。倍速とか。もうこれ即降りやろ。やらないと無理っす。耐えれない。オーラついたらなんとかなりそうな気もするんやけどな。もうね、棒を折れずぞ俺は一生。今あるもんでやりくりしたる。腐った。あーもうエクスキルよな。しまった。え、うおよ。は？ちょ待て。次の一手まで呼ばんとこれは死ぬ。なんであんな強いんあのカイワレ。
そやーなんなん、ちょ待てって、お前どうなんだこいつは。これでも怖いぞ。うっちょい、ちょ待て、この会話でマジダメ。逃げよう。ちょいちょいちょい、うおー、しかしここに階段があるのも事実。っていうかな、敵多すぎ。ちょっと最初のフロア、これ無言ないか。こうやな、ここで、もう悲しみ使いましょう。しゃあないけん。どっか行けってこいつら。行った？行った？大丈夫？うおー、逃げろー、やめろー。おい、ちょっと待て、あ、腐った。もう飲もう、いやもう食っとけ食っとけ、こんなもん。降りろ降りろ。こういうのでいいんだよな、こういうので。あ、店ある、やった、行こう。普通に強いんだよ、こんなんでも。なんでもやばいんやろな、絶対。もうこれ振らんとどうにもならんぞこれ。お前もな。いや待って、こいつは今夜の多分こっちには。あー、つら。やめてくれ。こっち来るん。おお、気に入った。やはり過ごしはええで。ワンパンはないやろ、さすがに。おっと、来るが。ちょ待てって。お前おったんか、俺。1750円。確かにな、もう合成なんかしとる間ないしの。もうええわ、売りましょう俺も。
うん、高いな睡眠の札。でももうネタもないわけで、何円足りんのこれ。400円か。お腹1個はいらんやろ。吹き飛ばしの矢もいらん。もうこれで足りるじゃろう。くるる、もう石とかもいらん。これはありがたい。豚が。今俺は無双状態。むしろここでやらんでいつやる。無双対無双。そう、無双でどんだけやれるかのゲームだこれは。今分かりました俺、ようやく。いかに無双を続けるか、ようやく分かってくれたか。もうなんなんこれ。あとお前、あと10回じゃろ？よし、持っときゃよかった。おはようございます。うおー！違うんです。そういうつもりはなかったんです、私は。攻撃力アップか。ああ、やるんじゃなかったな。マジで。いや、もう自利品でしょ、これ。封印の杖を振りたい。安全圏で。なんでなんこれ、おかしいでしょこんなの。あー、しまった。あ、斜め移動な。あー、くっそー。あー、最悪。まだおばさん、おばちゃん、もう今の完全に不意つかれたわ。おばちゃんやん。あー、もうてくらいすぎやろ。あんな食らうか。まだまだ甘かったな俺。おばちゃんも煽るやん。くっそ、やられちゃったのって。気がつけば9時ですよ。煽りババア、またぐねえ、ほんと。
ドゥ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 、ちょっと待って、間違えた。秒で死んだんだが。ドゥ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 、どうやって爆弾置くんやったっけ、俺忘れたぞ。爆弾の落ち方がやばい、ちょい、出ないとこ、いや違うよ、爆弾の落ち方があったやって、これこれか、これで、こうか、で、位置なんだよ、開く、え、なんで開かねえじゃん、そもそも爆弾じゃん、ここやめろってまた、ちょっと待って、なんでなんこれ、マジでちょっと待ってって、隙が悪すぎるやろ、トゥトゥトゥ、待って、これどうやって爆弾、プラスか、違う、これ、ん、これか、これかで、これか、うん、なん分からんくね、そもそも2と3ってか、お前これ、あ、こっちか、あ、来たーって、爆弾爆弾爆核これももう罪なんちゃうん、ちょ待って、これもう3やろ、いやこれはこれは、いや爆弾のとこ開く、これ爆弾じゃないんか、じゃあそもそもが、あ、確かにな、核じゃないよな、ここが2なんやけ、あ、ということは開くんか、あ、で、で2で2の法則なんだよ、簡単じゃねえか、はおい、3の法則やないんこれ、おおそげ、おい、こういうんでいいんだよな、こういうので、こういうんだったら分かるんだよな、こっちもで、1の法則、12の法則で、2の法則、まあこの辺はもうわからんわ、1の法則、2の法則、は
おい、二の法則なんちゃうんかい、これ。ちょ、待ってよ、これ、もう、じゃあ、これが違うってことか。はぁ、あぁ、角で間違えたら終了ってこと。お、これはこれきついんちゃうんか。これもうすでにもう法則崩れやない。もうどこが開くかなんかわからないんだが、は、初当たりからこれもう無理ですよね。通しないとこはゼロよ。あ、なるほど、ここは叩けると。で、2の法則、21の法則、そんなんねえから、畜生。これもう積んだんやないんか。じゃあたちまちお前積みやねえか。これこそ積みの法則やろ。121の法則、121の法則なんかないんだが、112と122の法則しかない。これはもう法則なんやない。1の右枠、ここの位置がこの上になるってこと。いや、そんなことはないやろ。これどうなるん、これ絶対最適解ってあるん。これに初当たりからゴミみたいなのあるん。112で考えてみようか、優しい人。1はもうここの2個しかない。で、2で、いや、もうこんなこんなもううんぶてんぶですやん。こっちかこっちの2択やん。いや、でも2があるってことはこっちの方が高くなるってことですね。じゃあこれが爆弾という可能性の方が非常に高いわけで、ほらーほらーほらーで、2の法則がここも221の法則で、で2やけん、ここが開いたら、バンバン剤なのか？これは法則なのか？1の法則。いや、待て。1の法則があるんなら、ここは、違うんじゃないか。こっちなんじゃないか。だって1の法則があるもん。ここだろ。なぜってなぜ生まれたしなんで分かるところからなんなんだ。あーもうやめてよ。でも俺は抵抗するで。ということはこいつは残念ながら違った。ここだったんだ。2の法則、1の法則1の法則で、2の法則これもう相当きついんですけど。で、2の法則ここも開く、3の法則、1の法則、1、3の法則って、
ことは2の法則で、あ、なんで？そやん。あっ、もうやだやだ、ほんと、もういい、もうやめる俺。クソババア落ち。泣いちゃった。ババアも煽る。うちら全員煽り体制があるんか。この子は石像の洞窟です。石像の洞窟っていっぱい石像がある洞窟のこと。その大蛇も階段は登ったり下ったりしたらそのフロアはクリアしたことになるわよね。階段は全くないの。すべての石像をマークのある床の上に移動させればクリアっていうゲームなの。ケフーん、いいんじゃね？これ。サクッと終わるんじゃね？あ、こういうやつか。ヘイか。壁を叩け。トゥトゥーそれな。フェイみたいな。もしやっちゃうぞって。こういうのを待ち望んでたんだ俺は。フォンティッキはっ、こうやって基本を知っていくんだこのゲームは、ってててー優しいがチューンソフト。しかも少女は相当あのすごいって言ってくれる。なんだ、ただの天才かって。なんだよ、簡単じゃねえか。こんなの、ただじゃねえか。ふっ。はっ。トゥトゥトゥン。少女？すごい。すごい。俺持って帰って、あれしよう。タヌキくじ引きに行こう。最後に。ポンタンとこ行こう。いや待て、いや、ええか。いや、いかんのか。いや、ええんか。いや、ええんか。ええわ。
かしこ。かしこすぎる。相手にするだ。誰でもわかる。それを言うなって。なんなんすかこんなん。ただじゃないすか。はあっと。東大行ける俺。少女少女挑戦中やが金縛れ。任天堂入る。俺も東大で一緒に作るか。待てよ、アイテムが詰まるまでは行くわ俺。ソータルス。あらら待てよ。あーでも大体わかった。じゃあもうタダでしょ。ちょ待って、積んだかこれ。いや積んでないか。いや積んだんじゃないか。いや積んでない。いや積んだんじゃないかこれ。いや積んでないな。いや積んでる。いや積んでないなこれ。なんだ余裕じゃねえか。罪とつまんの狭間やったわ。いやあっち剣でしたよ。なんて言ったん今。あれなんかどうこうできるあいつじゃないやろこいつ。ふっ。ふっ。おはようございます。ゴミしかくれねえ。急がば急げ、呪われない人。あ、
うんとやってくれるやんこれ。ほんとは初見殺しなだけですやん。ただただこれは初見殺しやろ普通に。できるやつなんかおらんで絶対一発で。そんなん知らんけん。問題文で察するんだ。投げる。うわ、ちょい。早いんかこいつ。ちょ待てよ。そういうことはこの辺で行くんがベストか。おっす。いや待て。これはこれで死ぬだろう。何これ。こいつをやらないかんのか先に。だこれを投げ、いや待て、あ今耐えれるんか。だったらいけるぜ。どうこれむずくね。こうか、いやこうか、いやこうじゃないの、こうか。わっ、ちょい。難しくはない。そもそもこれの効能とは。パニックとなった。何が。いやこれむずいだろう。こいつがおってよ。効能覗く。5ってさっき読めって言ってるだろうって。ここか、ここで爆発さすんか。じゃあそういうことか。はーい。ああ積んだんだが。ということはさっきのを踏まえたら、ここでワン爆発を起こし、ちょい。さっきのどうやったんど。なんなんす？ここか。あ、もうバカー。ここか。これでも死ぬじゃねえか。何これ。こうか。じゃあおお、これでいいんじゃないか。おお
おお。こうか。じゃあこうか。ここでさらに、待てよ。こう行くか。いや違うな。こうか。え、これでダメだった。こうか。じゃあ。って。おい、わかんねえじゃねえか。かといってこれやったら爆発するやろ、クソ開くやろこれ。いや待て、いろいろ試せ。あ、これはいいんじゃないですか、これはいいんじゃないですか。いやでも追いかけられんかこれ。いやでも叩けんなるよな、それはそれで。ここ開けたけんどうなるんぞっていう話やし。っていうか、こいつを倒せばええんか、今思ったら。おばっつ。なんで俺は、あいつを生かそうとしていた。適当やってくれてくる。お、それな。完全に、お、あれですやん。おかしいことになってますやん。なぜ生かそうとしていた。トンネルは3回、そしてあそこまで開通させなければならない、さらにイカと戦わなければならないと。なあ、まあとりあえずここは掘るだろう。ここも掘らんというかの、ここも掘らんというかの、こんなん倒せないじゃないですか。倒せるんか。いや。いや、でも叩かないかんやろ、これ。トンネル。あ、こいつはもう痺れとんか。もう、ちょ待て。動いてないということか。ということは、こいつは。いや、よくない。これがツルハシとかなんかな、まさかの。あ、倒しとけと。つまり先に。でもそれはそれで足りんくならんか、これ。トンネルが、これではならんと。おにぎり、あ、おにぎりでなんかなるん、こいつ。それは確認案件ですね。おーんって。あ、イカ寿司。汚ねえな、ほんと。
いかめしに知らんけんそんなん。かしこなんか。いやマジで、いやおかしいだろう。イカ寿司とか温めたし、ああ、ガメシ食いたくなってきた。俺も。でトンネル、イカメシ。かずし満腹とか回復、こうやって知識をつけさせてくれるんだなこのゲームは。ドン、よし行こっか。じゃあポンタに、俺に夢を見させてくれ。5000円ぐらいの上乗せを。イカ寿司なんか絶対やったことないで俺。買う。タヌキロだ。せめて3000以上にはなってくれ。ん？優しい。転ばぬ先の杖。これプラスなのかもわからない。タヌキロだ！ポンタ！クソポンタ落ち。この顔が一番好きだわ俺。当たりの時より普通のポンタの顔が好きだ。七色に光るレインボーくじ。これはポンタ。お、これは高いぞ。冷え冷えこうは多分高い。俺にはわかる。最初に手が触れた赤いくじ。赤は大体激アツだから。これは当たりーって。ポンタ？おいおい、高いで、これ。これ、プラスもあるで、今日、俺。タヌキ色だ。これは。ポンタ？神か？獣の盾。プラス印やろ、こんなんも、絶対。お耳たたまれている白いくじ。これはポンタ。ぬるすぎるんか。獣の盾あった。監禁に行こ。絶対勝っとるやろこれ俺。頼むで親父って。先物取引おいっす。1000円買った。こんなことあるんだ、ポンタで。初やないん、俺、これ。プラスになったん。貯金しとこ。なんかこういう時は貯金したくなるわ。お願いします。
どうせライナルス本座はもうプラスシュー先生終了じゃろう。キスポンタ、いやよかったよ。たまにはね、いつもあれだから無限に儲かる、そんなことはない。